がレディ。え？へえ、スモモ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 ンガーレディ。だせ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで学園長のクエストをね進めていこうかなと思います。諸君。例の怪しい影についてだが、Y 学園の敷地内で頻繁に目撃されている。タイミング的にキラボシ共和国が絡んでいるとみてまず間違いないだろう。何かことが起こってしまう前に、君たちの手で正体を突き止めてくれ。あ、なるほどね。学園長のやつは怪しい影か。ミッションインポッシブル学園長が言うには怪しい影について、薄見沢先生が生徒たちから気になる話を聞いたらしい。薄見沢先生は今職員室で仕事をしているようだ。どんな話を聞いたのか職員室を訪ねてみよう。職員室めっちゃ久々じゃない？学園長の話を聞いて怪しい影の正体に迫ろう。ガッチガチバンテージ。ほう。調査開始。うん。頼りにしておるぞ。手がかりについてだが、薄見沢先生が生徒たちから気になる話を聞いたそうだ。ちょうど書類の整理で職員室にいるようだから訪ねてみるといい。頼んだぞ。諸君の活躍を期待しているぞ。クエスト、ミッションインポッシブル発生。調査を開始しよう。怪しい影か。前にもこんなことなかったっけ。そういえばあったね。また学園長がムーフボン捨てようとしてたりしてな。学校へ見当たり前なんやろうけど。さすがにもう反省してるんじゃない。じゃあ、あれだ。そんなこと言うと。んと？なに？それは一番に見つければ。いや、見つけるのは俺だ。あ、ここやっけ。始まった。はい、もう行くよ。職員室の…あ、おった。一人しかおらん。おや、どうしました？私に何かご用でも。怪しい影の手がかりですか。確か気になることを話していた生徒が何人かいましたね。ええー、彼らなら本校舎1階の購買部、居住エリアの教員宿舎。教員宿舎先生、それから学園エリアの温室庭園にそれぞれいらっしゃるかと。むむ。あと思い出しました。はい、以前 N 星人たちの間で優秀なエージェントの噂を耳にしました。関連があるかどうかは分かりませんが、皆さんくれぐれも気をつけてください。そのエージェントが何やった。ああ、なんとかブラックね。え、何やった何でしたか。一番近いのは購買か。購買ってどこですかね。ん、あった。購買全然根源な、最近変わったこと。そうね、月曜日と木曜日に犬が騒ぐようになったくらいかしら。どこか遠くに向かって吠えてて全然おとなしくならないの。なんだか気味が悪いわ。でも犬なんでしょ。あとはママだよ。とりあえず次の、なんか音質がどうたらこうたらみたいな言わんかった。目的地ないやん。え、教員宿舎はどこ。よりこれやっけ。美しさを大事にしてるんだけど。 あれ生徒か。君には分かりそうもないね。生徒っぽいね。なぜ教員宿舎にいるの。逆に僕に言わせれば君は太りすぎだ。あ、そんなんじゃ見た見た。これ文房マニアでさ、モテるぞ。おめえくらいなら楽々持ち上げてぽいだど。わざわざ訂正するのも無駄な気がしてきたよ。なんか怖いし確かめたりはしなかったけど、あれって一体何なんだろう。え、 Y 文具どこだいそれは。あー、でもう一個はちょいと待っておくれ。これは、あ、そっか、飛んだ方が早いか。モノレールの方に行けばいいんかな。とりあえず飛んで普通にモノレール乗ってった方が早いかな、はい、学園エリア東へお願いします。んで、なんかこっちの方よね。あ、逆方向やった。え、待って、どこ？こっちか。あ、こっちっぽい、こっちっぽい。ガー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 。へー、なんか結構距離あるな。え、だいぶ距離あるね、音質。あ、ここや。あったー。入り口は、こっちか。いたいた、君だね。商業エリアにカウトコっていう巨大スーパーがあるじゃない。あそこって何曜日か忘れちゃったけど、定期的にお肉のタイムセールをやるの。するとなぜかその時間だけワンちゃんがすっごい騒ぐのよね。何、お肉を買いに行ってるの。
買うとこのお肉のタイムセール ?17 時から18時だよ。あ、もうすぐ終わってしまうやん。ちょっと待って。タイムセールはどうでもいいんやけど、いかんといかんってことやろう。なんかおった。おったよ。え?お前たちは、イタリアン。確かブラックリストに乗っていた地球人ともか。あ、そういや、クーカ先輩をパーティーメンバーに入れる約束だったな。そんな約束してたっけ?そんな約束してたっけ?知らないですけど。気のせいか。おっと、肉のセールも捨てがたいが、そろそろ任務に戻らないとな。怪しい影どころか堂々とおるやん。じゃあクーカちゃんを、入れますか。じゃあとりあえず、またロート入れ替えてこう。見て、これ。コントローラー持たせたんよ。ピコピココントローラーやった。やっぱ武器やった。そして意外にも攻撃力が高い。はい、じゃあ行こう。え?お前たちは、確かブラックリストに乗っていた地球人ともか?噂のエリートエージェント。商業エリアにある巨大スーパー、カウトコ前の広場で、怪しい影の正体である宇宙人を発見した。そういえば空間に戦いになるならパーティーに加えてほしいと頼まれていたが、その真意とは。怪しい影の正体であるエイリアンをやっつけよう。軽量プラスチックエアガン。それがこいつらが使える武器かな。よし、挑戦してこう。見つけたぜ、宇宙人!とうとう正体をつかんだっしょ。足細。我々は、エルナ大統領に従うスペシャルエージェント。アメリカン、もう一人イタリアンじゃなかった。ワンインブラックだ。ワンインブラック。かっこいい。いいね。大統領だと。メインブラックな。ふざけたことを。やはりキラボシ共和国の工作員だったか。すごく目立つけどね。よくぞ我らにたどり着いたな。まあご褒美としてお前たちをグリルチキンにして食ってやろう。チキンじゃないので。そうはさせないわ。なになに。危険だ。あまり前に出すぎるな。なんでそんな戦いに参加したいの。大丈夫、もできないのに。ここはうちに任せて。ピコピココントローラーで殴る気。お、クークが UR ウォッチガイを装着した。ガイ?ガイってマタロウのやつじゃない。それは、UR ウォッチガイ!なになに、どういうこと?もう一本あったのか。変身できるようになるん、これで。マジで?やっと。おいで、モモ!モモって、モモンガの?出番ですねー!え、マジで?なんだ。変身するの?見るからに弱そうなやつが出てきた。モモトラベルだけじゃないんやね、役目は。負けを悟っておかしくなったのか?地球人を見くびってもらっては困るわ。この日のために二人で特訓したんだから。へえ、モモからそんなの聞いてないよ。そうですね、行くですね、チーズに釣られて特訓したんですね。チーズが好きなのね。チーズ。こいつらバカにしてるのか。じゃあこの戦闘から戦い始めるときっとまたメダルは一枚やけど、さっさと調理しまおうぜ。チキンではないけどね。どうすんだ、あいつら来るぞ。さあ見せるわよ、モモ。うちらの努力の結晶、新しいヒーローを。何、どんな感じやろ、かわいいかな。新しいヒーローだと、まさか。変身。いや、そりゃウォッチつけてんだからさ。変身でしょうよ。来るよ、見た目が気になる。かわいい。何これ。スモモ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 ンガーレディー。出せ。いや、セリフ出さ。なんだと、こいつは確か変身できないんじゃなかったか。しましたよ。くそ、事前の情報と違うぞ。なんか目だけ残念な感じやな。あとは好き、普通に。なんかその姿、超人って感じやけど、ヒーローというよりヒロイン。 UR ウォッチガイの開発を進めていく中で、うちは偶然モモの潜在能力に気づいたの。モモはもともと自然に生きる動物、メイ以外の部分はさ、当然ガイアエネルギーがある。おりそうって感じじゃない、なんか。けどそれだけじゃない。その服装は好きなんやけど、ね、変身して戦うほどのエネルギーをモモは体の中に蓄えていたのよ。目はどうにかならなかったのかい、それ。ええー、
デブネズミが呼び方人平くんたちと長い間行動を共にしてきたおかげよ。なるほどな、そうやってエネルギーの扱い方を学んだのか。それならクロックレディみたいになんかちょっとスラッとした、ね、知らず知らずのうちにね、かっこいい感じの。そしてその力は今形になった。けっ、もう調理するのはやめだ。このまま食ってやる。生肉は趣味じゃないが仕方ない。その怪我は食いちぎってやる。え、これ服じゃないの？はい、見せてあげるわ。地球人の底力を。え、めっちゃなんかパーカーみたいにしか見えんけど。おっしゃ、行くぜ。じゃあモモンガーレディ使おう。最初ちょっととくたばんな。ひえ、武器持っとんのになんか殴られそうな感じ。おっしゃ、行くぜ。モモンガーレディ行くよ。命はないぜ。行くよ。お、すごい。あれや、あ、そっか、変身しとるけん。回復できた、回復メダルなしで回復できる。でもメダルなしで回復、いいね。モフモフトルネード。え、めっちゃいいやんこれ。すごい広範囲。あ、そうか、やっやっ、モフモフトルネードやって。食らわせるぞい。いいっすね、食らわせるぞい。やっやっ、メルドン頑張るぞい、的な感じ。うちもやれるよ。いけたわ。やっ、それ。え、なに、ほとんど体力減ってないやん。え、どこ行った。シリトナルがいい。じゃん、うれうれ、イタリアンの方が体力減る。もう一本で決めるしないで。モフモフトルネード。トルネード、しかも最初の範囲内に入ってくれたら。ほらほら、命はない。イタリアン一本で決める。一本で決める。やっ、それか。先に行けそうな気がする。うとらしく。モフモフトルネード。結構大きいのかな。ちょ、ベニマルになろう。いくよ。ちょっと一本で決める。デオゴンのうなり声が怖い。どこ行った、アメリカン。思うなよ。モフモフトルネード。アメリカン、お前の時間だ。あんなところだった。ちょ、見づらい。ミストシャドウで行きます。戻せない。行くよ。うりゃ、はい。ちょ、ラスト、なぜだ。ラスト決めたかったのに。いや、でもこれはラスト行けたのか。行けってよ。あれ、確率に確率に9じゃない。くそ、イエーイ。エルナ大統領、申し訳ありません。おい大統領。いや、でも強い強い、うん、強い。これからメダル集めてったらもっと強くなりそう。なんか1個しか技はなかったけど、その1個が結構広範囲な技やった。初めてにしてはメダルなしで回復もできるけん、めっちゃいいね。疲れたですね。やるじゃんか、クーカ先輩。デブネズミ、呼び方をなんとかしてあげて。可愛いのに、モモだよ。いい加減ちゃんと呼んでほしいですね。本当はもっと早くみんなに披露するつもりだったんだけどね。もっと早く披露してよ。マタロウくんが力を秘めてることが分かって言いそびれちゃって。あー、なるほどね。二人同時になったらちょっとかすむみたいな。そういうことだった。一人ずつじゃないと。でもこれで僕たち全員変身できるようになったってことしよ。さっきの部分ってさ、あれ、あ、でもそっか、マタロウの方のクエストを先に受けんくっても。ああ、今後も頼りにしているぞ。クエスト外でマタロウの話になっとったっけ。ってことはセリフ変わらんのか別に。うん、任せて。これからはちゃんと一緒に戦えるね。よかった、どんどん強化していこう。そうだ、せっかく商業エリアまで来たんだから、なんか食っていこうぜ。美味しそうなお店いっぱいあるよね。祝宴というやつか。いいだろう、全員戦いに参加できるっていうことで。これで、あとはミケッティオのことか。どうした、ラント君。あ、やっぱ戦闘に参加する件心配。私は君をずっと守ってやらねばと思ってきた。もう守られるだけじゃなくなったね。しかし私が思っている以上に君は強くたくましい女性になっていた。いつの間にか私の方が君の後を追いかけていたようだ。でもまだまだラントの方が強い。様々な意味においてね。まあ、様々な意味においてね。ラントか、一緒に戦うぞ、クマコ。じゃ、この見た目になってクマコって呼ばれたらなんか違う感じがしてしまうけど、うち、そっちが本名なんよね。もっと強くなるよ。ラント君と並んで戦えるように。
これからは私が守ってやるのではない。共に助け合い、補い合うのだ。いいな。いいね。いい関係だね。わかった。ラント君。うち、ずっとラント君の隣にいられるように、頑張るよ。いいっすね。なんかここ、青春って感じ。クークがモモンガーレディに変身できるようになった。クエスト、ミッションインポッシブル、バッチリ解決。そっか、ミッションインポッシブルね。途中で私が忘れとった言葉。じゃじゃーん、何びっくりしたんですけど。たっぷり溜まったよ。何急に。じゃああれ買いまくるぞ。怪奇人間ベロンのミニフィギュア付きお菓子。まあ、勝手にお金の使い道を決めない。いっぱい溜まってはいますけども。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはミケッティオの分のあのクエストは一体どこなんやろ。まあ、クエスト一覧から見た方が早いかな。あと1個でいいの？もう頑張ってこなしていこう。